考えさせられますね、序盤から。序盤って言ってもう12分だから動画的には中盤だから、なんなら終盤かもしれない。これ行くのもな、なんか違う気がするしな。バカ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 。あやつじさん、これ最後だしね。ルート的に。ルートじゃねえ。あれ取れた。これじゃないな。普通にこれか。あやつじさんと話をしよう。あの後によく話をしようって、そんな元気よく言えるよな、お前。お前のメンタルに強くだ、俺は。さすがだな。あやつじさん、お、戻ってる。え、いつも通りよ。もしかして気にしてくれてたの？気にするやろな。うん、それは、あんなのは一時的なものだから。なるほどね。へえ、そうなんだ。いつも通りの話でもしようって誘ってもらうのかな。あ、でもくだらない話ばかりだと気分が悪くなるかもね。なんか普通に学校の中でもこのキャラになるようになったな。ね、なんか今までは、あー忘れてた、ちょっと待ってくださいね。あのままウィキ動かしてないんで全然このまま見れると思うね。ちょっと待ってくださいね。オッケーオッケー、よし。ここはおしゃれだね。おしゃれかなの、行きましょう。あいつじさんって眉は整えてる。それなりに。うん、なるに決まってるじゃない。もうもう綺麗を維持するのも大変なんだからね。俺眉毛一回剃ってからさ。でも勉強やスポーツも同じことでしょ。一回剃ってから次剃るまで普通に1ヶ月とか経つから、あの前に剃った場所の線を覚えてなくて、ちょっと毎回あの新しい眉毛に挑戦しようとしてるやつみたいなんだけど、なかなかきついですね。これな、これな、この色なんだ？勉強か。OK。あいじさんはでも細いね、眉毛。あいじさんの好きな言葉って何？そうね。権力、嘘、意向かな。あいじさんらしいねって俺も言おうとしよう。私らしいね。いつもそういう目で見られてるんだ。それならあなたは差し詰め。お金、年上の女性、手当たり次第かな。冗談よ、冗談。クソワロだ。お金、年上の女性、手当たり次第とかもクズ同然だな。めちゃくちゃ面白いじゃん。あれ、ここエッチな話いけるな。やっぱここのあやつじさんはいつものあやつじさんじゃないな。ここで勉強を選ぶと下下がっちゃうんですよね、なぜか知らないけど。どうすっかな、次にちょっと持ちこそか。あれ、え、バツ、あ、おしゃれだった。バカだね、うん、結局下がるっていうね。どっちにしろね、バカだの。ここは娯楽だね。あー、行動にしよう。これ行動、行動だね。よし、いや違うとこ見てた。かっこいいからバッチリ決めるか、お前。何？よくそういうことできるな。よく何してんの？もしかして男前に見せてたとか？うわー、その顔最高です、あやつさん。あたし相手にそんなの通用するわけないじゃない。間違いない、かっこいい。あやつさんは楽しそうだな。楽しんでもらえればいいからね、どんだけ自分がかっこ悪くなっても。その選手を忘れちゃいけませんよ、皆さん。俺何目線なんだってね。あ、これで一番上まで行ったのも勝手にあれが入るようになったね。どれだよ、あれしか出ない。よし、思い切って手を。これは、え、お、いけた、いけるやん。いけてるやん。めちゃくちゃ可愛いんですけど、俺の言葉を代弁してくれてありがとう。逃げてるつもり？本当ね、学校内でしか。謝るくらいなら最初からしない。え、可愛いんですけど。どうされたんですか、主に。どうされたんですか、ちょっと。あ、そろそろ授業の時間ね。うん、
私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。そういうこと。ええ、またね。またな。いや今の可愛かったな。もう一回見たいけど、多分もう一回見れないんだよね。セーブデータ消してもう一回最初からやるしかない。よし。まあどれか行こうよ、疎遠。疎遠の、これ来いや、じゃあ。塚原先輩が歩いてるからこの前の俺を言おうって、まあ、スウェンルートもちょいちょい挟みながら進んでたらまあググらないググらググぐえぐだらないじゃないですか。これといって誰もあいやあそこを歩いてるのって七崎と塚原先輩じゃないか。お前よく行けるよな本当に。七崎には小銭を拾ってもらった俺を言わなくて、よし追いかけて声をかけるとするか。いやすごい、本当にすごいと思う。それで私のフォームなんですが、綺麗で問題ない。あ、水源に対して結構真面目なんだな、七崎。本当ですか？可愛い。え、私よりも綺麗だと思う。うお。それはさすがに。本当よ。こう尊敬している先輩、部活の先輩とかにでも褒められるってなかなかちょっとね。フォームを見習って。じゃあ七崎が私を超えたってことでいいんじゃないかしら。おお、持ち上げるのもうまいですね。え？では私はこれで。え、失礼し。あ、ちょっと聞けなかったな。今の。失礼します。かわいい。本当に部活少女みたいな感じで。ずるいなあ、そういうの。ずるいんじゃないか、そういうの。よし、救済イベント。なんでしょうね。なんか、七崎のイベント、いろいろ面白いな。なんか、考察がはかどるね。トイレも済ませて、すっきりした教室に戻ろうかなっていうことで。うわ、なんだ？誰だ？うわ、待ってよ！あやつりさん、それはちょっと。辻さん、それは辻さん、それはもう声でわかるだろう。これでお前別の名前呼んだらちょっと殺されるぞ。大外れです。え、違います。だって当てられるなんて悔しいじゃない。冗談よ、声よ、マジで。あやつりさん、そんなことする方でした。本当は正解でした。あやつりさん、でもどうしてわかったの。いや声だろ、あやつりさん、一緒やん。そうなんだ。じゃあなんか上に行ってるわ。じゃあ下に行ってるわ。うん、そうだ。そっか、嬉しそう。うん、なんでもない。嬉しそう。なんか俺のこともなんかそういうので利用してるだけかと思ったけど、普通に好きなのかもしれない。ねえ、誰だなんて結構ね、可愛いところあるじゃないの。可愛いところじゃん、可愛いね、普通に。可愛いところじゃないのじゃなくて。あ、3個も出た。え、3個も出たのに昼、ちょっとまずくないっすか。どこだよ。見当たりません。あ、オッケーオッケー。戻ってきた。休み3イベントまで行ったらもう、戻り方がわからんわ。もうわからん。あ、あったあった。これかな、これが。あやつりさん、放っておけるわけないよ。さっき普通におしゃべりしましたけど。びっくりだね、どうしたんすか。なんだよーつって。さっき普通にしゃべってましたけど。まあ、行きましょう。ここだけしか行けない。これ、行っちゃいけないイベントとかだったりするんかな。それだったら面白いけどね。あれからよく考えたけど、僕はやっぱりあやつりさんを、よし、声をかけてみるか。あやつりさん。どうしたの？そうかな。あ、具合が悪そう。あんまり寝てないかな。寝なダメだよ。これくらいならね。社会人になってね、気づいたことがあるんですけど、社会人になっていうか年を重ねるごとに、え、年を重ねるごとに思うことが一つあるんですよね。本当に睡眠は大事。何よりもね。
睡眠大事、本当に健康に、健康に対して何かやることがあるってやってる人いるかもしれないですけど、一番は睡眠です。健康に関しては本当にこれだけはもう誰のね異論も認めれません。うん、余計なお世話かもしれないけど、そのままじゃ良くないよ。あーまあそりゃそうなりますよね。今何を言ったのか分かってんの？まあ確かにそうなりますよ。それはそうなります。今度サムネはいただきます。確かにな。私にはこれが全てなの。否定するようなことは言わないで。そうだよね。つもりがあろうがなかろうが関係ないわ。奥の女の子びっくりしてるじゃん。自分が言った意味を噛み砕いて理解して、辛かろうがなんだろうが私はそれだけを頑張ってきたの。誰に何を言われてもいい。でもあなたにだけは言われたくない。うーん、今ふーって深呼吸してたな。なあお前何言ったんだ？お前の顔安心するわ。彼女なんだかピリピリしてるよな。ああ話しかけるのはいいけどさ、もう少し言葉を選んでやれよ。梅原お前は多分俺に対してすごく気を使って言葉を選んで接してくれてたんだろうな今まで。バカだな、俺の出番じゃないだろう。やばーかっこいい。俺よりお前違うのか？かっこよすぎる。ちょっと涙が出てきちゃった。すいません。頑張れよ。かっこよすぎるよ梅原。お前ちょっと、はあ、かっこよすぎる。なんだ今の。いやー今のかっこよすぎるわ。ちょっと梅原くん抱いて。いやー泣けたー。強制イベントですね多分今のでしょうね。いやーカバンも靴もあったからまだ帰ってないとか。お前いつもカバンと靴探してんな。諦めない、探さないと。僕はあの時のことをちゃんと謝らなくちゃいけないんだから。そうだな。足跡立てすぎじゃない？走るとき。何？怒ってる。怒ってないように見える？だとしたらあなたは相当な鈍感よ。怖い。こういう女の子を怒らせると本当に怖いなって思いますよね。下げて取り繕えるほどの頭じゃないでしょ。それじゃ。あでもちゃんとなんかね歩いているにしてはね、あの逃げてるにしてはちゃんと帰るとかじゃなくて、ちゃんと話を聞きながらずっと追いかけてきてくれるかどうかを確認してる感ありますね。待って、本当にそうか日向。言い逃げなんて許さないから。それな、私も感情的になっちゃってちゃんと最後まで話聞かなかった。ちょっとこの顔撮っていいですか？ちょっとこの顔はすごく可愛くないですか？ちょっと今聞かせてよ続きを。ああでもそんな簡単には変えられない。まあ今まで小学生の頃からずっとですねそれをやってきたって考えるとね、ただ思い直すだけに、まあ、自分がないなんて言うのにアジさんはアジさんじゃん。それだよ、ずっと一人だとかやってる、僕が一緒にいるから。一緒に僕はアジさんのものなんでしょう。本当にちょっとあっち向いていいから早く。
ップにしても可愛いって反則ですよ。あいつさん、あいつさん、ダメです、そんなの。泣く泣く宣言、宣言、宣言クライミングですね。あ、笑いながら泣いてんだけど笑いながら泣いてんだけど泣いてる顔見られたくないから。あ、僕めっちゃ見たいですけどね、泣いてる顔。多分俺の息子が雰囲気壊しちゃうけど。すっきりした。ありがとう。マジで可愛いんだけど、マジで可愛いんだけど。ありがとう。ちょっとマジで可愛い。ちょっとね、本当に本当に可愛い。なんだろうこの気持ちは。もしかして僕は本気で生えついた。今までは何だったんだじゃあ、てめえこれ。本気じゃなかったなんて言わせねえぞマジで。俺が切れるぞマジで。いやー、さっきの梅原には泣かされたな。さて、そろそろ帰るか。切り替え早いな切り替え早いな、お前。いやー、ちょっとね、今のはね、やられたね、梅原に。ちょっと今の梅原にやられたな。完全にやられた。分かってねえな、つって。俺の出番じゃないからだろ。かっこよすぎる。ああ、うま。行ってきまーす。よし。あいついさん、あーん、これね。あとこれが昼で、会話イベントも全然いけるね。二つか。ここも、ここは昼と。これ何？熱中症。これが昼で、これも昼で、これがまあいつでもできるけど、これも昼か。昼多いな。あいつね、やっぱ昼のイベント多いね。昼間のイベントが多いですね。まあ、あとはそれ以外はまあこれやったりとか、他のこのやつやったりとかでいいんじゃないかな。これももうちょっとになっちゃうしね。よっしゃ、とりあえず行こうか。僕はちゃんと頑張れてるのかな。自分を見つめ直してみよう。そうだね、自分を見つめ直すことって大事ですよね。もうすぐクリスマスか。前に頑張れたなんて夢のように言ったけど、やっぱり僕は。ねえねえ、えいぼーっとしてどうしたの学校なりそんなことできるぐらいになっちゃったんだね、あいすいさん。私はほら、あ、解任されたから時間に余裕ができたのよ。気にしなくていいわ。言うならば自由な時間が増えたわけだし。なるほどね。てか、その時間ができた、その時間に僕に会いに来るって何ですか。お、誘うに決まってんだろ。バカ、誰がバカ、誰が。どうかした？急に黙ったりして。当たり前だろ。あやつさん、誘ってみるか。今度の日曜日って予定？今度の明日じゃん次の日だけど。どこかって？顔赤くなってる。遊園地とか。別にいいわよ。いいんだ。聞こえなかった？いいわよって言ったんだけど。嘘って言ってほしいなら言うけど。その格好本当に可愛いんでやめてもらっていいですか？本当に可愛いんだ。それじゃあ日曜日ってことで。これあやついさんの私服見れるってことですか？1時に駅前公園で待ち合わせでどうかな。あ、いいね、その即断即行。1時と駅前公園で待ち合わせっていうのが一瞬で出てくる男。お前普通に男子力あるじゃないか。ええ、いいわよ、楽しみにしておくわ。1時っていう女の子にとって無理のない時間帯にね、待ち合わせをして分かりやすい公園のね。いやー、男子力が普通に高いな。それを一瞬で出てくるっていうのたまたまかもしれないですけど。え、マジデートできるの？本気？あれ？じゃあさ、もう本当にこの
リモコンのさ接続悪いんだけど、根元か、根元ちゃんと刺せてなかった。これでいいんだよ、あ、いけるわ。根元がちゃんと刺せてなかったですね。さあどうしよっかな。あえつじさんの会話イベントはまだ全然余裕があるけど、まあやっとけるときにやっときたいっちゃやっときたいよね。本当に何もなくなったときにこれいくか。いつでもいけるしな、もうこれ。正直割といつでもいけるな。うん、目からね、残念に慌ててどうすんだ。ちょっと気になるけどね。当たる。よっしゃ、あえつさんと会話してこよう。ちょっとアタック見たいしね。アタック見たいです、早く。ちょっと顔がにやついてて申し訳ないんですけど。あ、いいところに。あ、これは時間潰してばかりかな。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。どんな気分だよ。大丈夫だよ。そう、よかった。ちょうどあえつじさんと話したいと思ってたところだったの。あ、そうなんだ。お前らあれだろ。じゃあいいタイミングだったのね。ずっと喋りたいと思ってると思う。ずっと恋愛聞けるじゃん、恋愛聞こうぜ。ここへ一聞けるな。どういう状況だ。あいつの恋愛って何だと思う。わがままの押し付け合いね。んー、あー、間違ってないっつうか正解だね。でも最近は少し意識が変わったからな。正解だね。我慢の押し付け合いだね、正直。もう間違ってないっつうか、間違ってないし、ね、ちょっと思うところあります、ね、相手をちゃんと見ることかもしれないってなんとなく思うようになったの。そうだね、あと受け入れられる、相手の悪いところを受け入れられるようになったらいい恋愛なんじゃないですか。相手をちゃんと見ること。そう、上辺だけじゃなくてね。なるほど。あやつじさんが言うとすごいなんかこう来るものがありますよね、心に。これ選ぶとちょっと下がっちゃうんですけど、まあまあまあ、あや次に選んだ時にあれだもんで、あんまん別にか。下げちゃおう、下げちゃおう。最近何か面白いこととかある？あるわよ。あるんだ。あなたを困らせること。まず最初に突拍子もないことを言ったりして動きを止めるの。ほう、そうそう、そんな感じ。ああ、なるほど。いい趣味だね。そう思うでしょ。冗談に決まってるじゃない。なんだこれ。なんだこの会話。さあ、ここはなぜか恋愛についてめちゃめちゃ聞けるの。なぜか恋愛についてめちゃめちゃ聞けるんだが、これを聞こうかな。そしてなぜかテンションが上がるって。なぜかね。あいついさんは男子からプレゼントをもらったりする？そんなこと聞いてどうするの？たまにあるようなないような。まあ覚えてないでしょ。うん、でも受け取ることはないわよ。ないんだ。受け取る理由がないもの。間違いない。それに物で私の気が引けるなんて思われたくないしね。かっこいいですね、本当に。かっこいい生き方しておりますわ、あやつじさんは。本当にかっこいい生き方をしてらっしゃる。4、ここはね、アタック見たいんだよな。でね、なぜかね、ここエッチ聞けちゃうんですよ。エッチ聞きます？エッチ聞きましょうか。エッチ聞こう。なんかここ聞けちゃうんですよ、エッチ。あいつの夜はどんな格好で寝てるの？ワイシャツ1枚とかって言ってほしいの？じゃあスケスケのネグリジェ。いいっすね、それ。変態。変態、変態、変態。変態。変態。近寄らないで。自業自得じゃない。変態、変態、変態。近寄らないで。ああ、ありがとうございます。あった、あ、間違えた。あー、間違えた。一体何を貼ってるんだ。ちょっとやり直すわ。やり直すわ、ちょっと。やり直します。